い、皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。今日は何をやっていくかと言いますと、皆さんカタカナ足っていうカードゲームご存知でしょうか。先日友達の家でやったんですよ。めちゃくちゃ面白かったので、今回はそちらの企画をやっていきたいと思います。例えば私がここに引いたカードにチューリップって書いてあったとしたら、私はこのチューリップっていうことはみんなに伝えなきゃいけないんですけど、お花の名前ですとか、色は赤、白、黄色などが有名ですみたいな感じで、カタカナを使ってはいけないというゲームです。あとですね、イベントカードっていうのがありまして、カタカナを使ってはいけないの他にもう一つ条件が追加されるカードがあります。体の動きだけでとか、単語だけで表現する、ラップ風にとかもあって、濁音、半濁音、点々とか丸がついてはいけないっていうルールですね。そういうイベントカードもあります。それでは企画の方に行ってみましょう。声を出さずに今からカタカナを表現します。バドミントン。すごい。なんかボールじゃなくて羽ね。羽ね。単語だけでいきます。始まってる？服？服。体型？かっこいい？かっこいい。足？やばい？体型？え？スリム？足長い！顔小さい。え？なんかある？賢いとかそういうじゃない。体つきが足長い。スタイリッシュ。足がほぼスタイル。うん。ああ、ね。単語だけで。単語だけで、ね。イベントカードが出ちゃう。ね、なんかすごいイベントカードがいっぱい出ちゃうみたいな。どうしよう。はい、単語だけで5番。謎？謎？小説とかの？ミステリー。いきます。それはセットなの？お決まりなの？隠れる。背景。紛れる。私。お前。紛れる。どうしよう、忍者しか出てこない。なんか色とかを変えてとか。割と擬態とか。カモフラージュ。正解。よし。ラップ風にですよ。ラップ風にね。みんな、さあ聞け。
耳を傾けろ、これは人が人に何かを伝えたい、そう思った時に湧き出てくる言葉、それを伝えたい、こういうこの違うんだ言葉のことなんだ、このやり取りのこと、人はそう言うんだけれども、これ以上日本語でなんて言ったらいいんだろうか。スマホにその機能ある、 iPhone にその機能ある。うわー、これと全く同じ名前のがあったかしら。全然なくない。これを書いて渡す、こういう専用の紙とかもある。メッセージ。正解。ラップ風に新人が初めて公の場に出る。え？デビュー。あー、待って、ラップしてない。めちゃくちゃ強い。強いんだね。あいつめちゃくちゃ強い？強い？強い。強い。あいつって言ってる方？言われてる方？動物？あ、違う。待って。手で待って。形容詞？あ、かっこいいとかかわいいとかそういうこと？の。本当キャラクター？めちゃくちゃ強いの時のめちゃくちゃを変換してね。え、なんとかストロングってこと？違う、近い商業施設名にもなってる？なってない。怯えてる。なってはない。人怖い。俺森帰る。とにかくめちゃくちゃとかいうやつらを言うやつら、この国のボビーや。この国の国のあった。なんこの国の野々村議員。競わせたりするゲームの、たまにもついているものがあるよ。が、あ、があるよって言う。今から桜井が飲みたいけど手汗で全て開かない。
開いた。いただきまーす。